一個一個の細胞にも汚染物質っていうのはもちろん溜まってくるんですよ。そうなんですよ。最終的にはそこに全部溜まっていくんですね。臓器に溜まるっていうか、ね、その赤血球にひっつくだ、リンパに溜まるだ、なんとかいうのがあるんですけど、細胞一つ一つについてちょっと考えてみたいと思うんですけど、もともと体細胞っていうのは、まあ、酸素を使ってエネルギーを生み出すような仕組みでエネルギー代謝を行っています、はい、その仕組みが何らかの、こう汚染物質で阻害されてしまうと、はい、細胞の病気になります。はい、エネルギー代謝の全体の図なんですね、はい、タンパクのアミノ酸の代謝のこととかブドウ糖の代謝、はい、脂質の代謝、はい、全部がそれぞれ例えば、糖と脂肪がお互いに相互変換できてエネルギーを作ったりするんですけど、はい、これが、細胞のミトコンドリアっていうところの中でこのクエン酸回路、まあ、今回はこのクエン酸サイクル TCA サイクルっていうものについてちょっと見たいと思うんですけど、はい、これをちょっと今から細かく見ていきますね、はい、先ほどのエネルギー代謝の中で、はい、ここがクエン酸回路という、はい、一個一個の細胞の中でエネルギーを作り出す大事な、エネルギーサイクルなんですけど、はい、元の栄養源はこの、グルコース、はい、グルコースっていうものをリン酸化して、徐々にこう形を変えて、はい、で細胞の中に運ばれてエネルギーが生まれるんですけど、はい、この最後のここのエネルギーを生み出す直前のところの酵素を阻害する物質、これがメチル水銀を含めて以下の水銀なんですね。だからエネルギー作るのを解糖系と呼びますけど、はい、この最終酵素を阻害するのが二価の水銀であるということが明らかになっています。はい、だから二価水銀というのは、まあ、当然口の中の、詰め物のアマルガムが一価水銀に酸化され、はい、今度は二価水銀に酸化され、はい、で水銀が二価になった時に初めて阻害悪さをするんですね。これがある限り、例えばブドウ糖が今度代謝されなくなる。だから水銀脳性のある地区は糖尿病も多いんですね、はい、この水銀の他にやっぱり特定の重金属っていうものが細胞の代謝を阻害することが分かってます。こう溜まったものをいかに出すかによって突然糖尿が良くなることもあります。まあ、原因の一つとしてパターンがあれば効果があります。エネルギーに変わっていかないってことですね。そうなんです。エネルギーサイクルを邪魔するというのは、そういうものであるということが分かってます、はい、これはもうウィキペディアとかにも載ってることで、はいはい、水銀の話はここね、ここのことですね、はい、ミトコンドリアっていうところでエネルギーが作られなくなると、はい、体は当然他の形でエネルギーを作ろうとするんです。はい、それはミトコンドリアで TCA で入る前はピルビン酸っていうものが今度はこれがまた乳酸とかになって、はい、これは乳酸でもちゃんと、細胞は代謝はできるんです。酸素がある状態を後期状態、はい、で酸素をあんまり持ってない状態を嫌気状態と言いますけど、がん細胞なんかは嫌気細胞のいい例なんですね。はい、こっちで、まあ、乳酸イオンが体に多くなると体もしんどくなったりしてくるんです。嫌気状態の、代謝の状態になっているのがやっぱり病気の状態なんですね。でこれを治そうと思ったらこれペントーツリン酸回路っていうのも、進めてあげなあかんですけど、これは雑穀を食べることとかそういうことでも、このグルコースの代謝を良くしてくれます。はい、TCA サイクルが、まあ、ここがこう働かなくなっても、はい、他の栄養素は例えばグリコーゲンをここまで持っていってやると、はい、脂質代謝の方の回路に勝手に流れていくんですね。うん、だからここを水銀でブロックされても、はい、グリコーゲンがここまでちゃんと来るようにで、これを勝手にこっちに持っていく。ピルビン酸まで来れば乳酸にもたまるんだけどこっちのタンパクのこっちの経路に持っていって、はい、体ってちゃんと代謝をしてくれるんですよね。それは手前でここまでちゃんと働くためには例えばここをこっちへ持っていくためには、はい、ペントースリン酸回路っていうものを働かせればエネルギー代謝は潤滑に行きます。はい、まあ、ペントースリン酸回路っていうと、まあ、例えば稲とか小麦とか大豆とかこういうものの中にはちゃんとそういうエネルギーサイクルを
動かすような酵素がちゃんとあるんですね。雑穀米ってことですか。まあ、まあ、ちゃんとあの古くから、例えば日本人だったら、はい、お米とか主食をちゃんと食べてる人は、はい、案外エネルギー代謝っていうのはちゃんといくんですね。だからずっと昔から小麦を食べてるような民族は、はいはい、それをきっちり食べると。あ、そういうことでちゃんとエネルギーが燃えるように作られてます。はい、まあ、植物をちゃんと食べないと病気になるっていうのは、はい、まあ、あの TCA サイクルが何かで根詰まりしてもペントースリン酸回路っていうのが余ったエネルギーを脂肪に変換するんですね。はい、だからそういうふうにちゃんとあの食べ過ぎたとしても何かでちゃんと燃やすと。うーん、それがあの雑穀であったりとか、はい、植物の酵素に秘密があるんですね。あそしてあの、まあ、あのエネルギーが過剰になった時も、はい、このカルビンベンソンというかあのペントースリン酸回路は今度は過剰な糖をもう一回このグルコースに再合成するっていう働きもある、はい、だから余ったエネルギー余ってもそういうふうにするようなものをちゃんとあのこう兼ね備えてるんですね。あ、予備の回路をこうちゃんとあの燃やしてエネルギーを代謝を潤滑にするのが雑穀だったんですけど、まあ、こういうトウモロコシとかサトウキビとか泡とかもこれもそうですね。 TCA サイクルを潤滑に回すっていう酵素も全部持ってます。細胞の中ではここがここミトコンデリアですね。で TCA サイクルだカロビンベンソンサイクルだなんとかっていうのがまあ、仮にもしいっぱいになった場合、うん、はいはい、まあ、ここが働かなくなったのを、まあ、ミトコンドリア病という病気で表すんですけど、今度は過剰なエネルギーを燃やすとこ、例えば脂肪の脂肪細胞というか過剰になった脂肪なんかこのペルオキシソームっていうところの部屋で激しく燃やしたりとか、はい、細胞っていろんな器官があるんですね。それと過剰なエネルギーは当然脂肪細胞としてストックすると、はい、当然毒素も脂肪の脂肪組織の中に溜めといて無害化するようなっていうのが体の仕組みなんですね。